うん、そしたらまた同じくらいの時間に行くから。今度はもっとすごいアクションに挑戦しようか。おしっこちびるくらいの。これでおしまいか。お疲れ様です。使ってみると結構使い勝手のいい言葉ですよね。今は本当に疲れているしね。楽しいんだもん。それが前向きに生きるってことですよ。実際なかなかできないですよね。それってに日が落ちるのが早いですよね。幽霊みたい。でも確かに夜の学校って幽霊でも出そうだよね。それじゃあ私はこれで。バイバイ。あ、ずいぶんと曇ってるんだね。ないかな。この寒さだと雪かな。都民はほんと鈍感だよ。あ、ほら降ってきた。くらい。それに雪に打たれる男女ってのも演歌っぽくて雰囲気あるしね。そうでもないよ。だってこれから大切な話をするんだから。
本当は私が言うべきことじゃないけど、けどもうこれ以上。エマちゃんのこと、そういえば京介くんにはすぐに通じるのかな。エマちゃんのことどうしても好きになれない？通じてるんだよね、本当は。責めてるみたいで私も辛いけど、でも責めてるわけじゃなくて、はっきり言わなくちゃならないならはっきり言うよ。何のことなのか。京介くんとエマちゃん、キスしたりしてるでしょ。やっぱりそうだったのか。だってそういう行為って男女の間じゃ一番一般的だからね。それ抜きにはいかないかな。どうしてそう思ったのかはそのうち分かる時も来るよ。口で言ったって多分通じないことだし。私が言いたいのはね、京介くん、どうにかしてエマちゃんのこと好きになれないかってこと。私だってもう嫌なんだ。本当は私がこんなこと言っちゃいけないんだけど、でももうこれ以上は。
それが京介くんの決意なんだよね。これって多分悲劇なんだろうね。二人が兄弟だってこと。エマちゃんを甘く見ない方がいいよ。京介くんのこと愛しているのは本当だから。二人とも本当に頑固。特にエマちゃんの方は、やっぱ CD ショップは今度でいいや。ねえ、京介くん。京介くんが私のことどう思ったとしても、私は京介くんのこと友達だと思っているからね。私の友久の連絡網を探して電話しました。それで、そう、国見くんに確認してもらいたいことがあって。さっき黒猫見つけたんです。それで、そのひどい怪我してて、知れない猫で。それで千尋さんに連絡しようと思ったんですけど、番号がわからなくて。それで、家です。すぐに商店街に戻ります。そこに病院があるんです。千尋さんの番号知ってたら国見くんからかけてください。それじゃあ。ちょっと、どうしたの？
商店街。私も行くわ。怪我って一体何がどうなったの？どのくらいの傷かも？心配ね、あんなに小さな体だし。あ、京介。そんなにスピード出したら転んじゃうよ。私も行くよ。走っていくから。どこに向かっているの？だったら大丈夫。私はお姉ちゃんだからね。あ、京介くん。一体何なのさ、急に。サンデーがどうかした？え？怪我？なんで？あ、あったよ。あ、葵さん。これは猫の血が…血？あ、あの、猫は…